大木8ビット式土器。関東のカソリー2式のキャリパー型といわれる器形と、公園部門用タイヤセブンが酷似しているタイプ。大木かい貝塚出土カソリー式とは、関東地方の縄文時代中期後半の縄文土器に、対する形式名である。標識遺跡は、千葉県千葉市若葉草倉木八丁目に所在する、カソリ貝塚であり、北貝塚のい、e、地点の土器をもとに、 山内起用によって命名された。幾度かにわたるカソリカイズカの調査のうち、1924年に山内のほか八万一郎、河野伊佐村によって B、D、E 地点の調査を行った段階で、すでに B 地点と E 地点及び D 地点の土器の違いが意識されていたが、1937年に山内によって表された縄文土器形式の歳別と大別の中で、 学士的に初めて位置づけが与えられた。山内は同じ形式の中で E 地点の土器が古く、すり消しの技法が見られる D 地点の土器を新しいものとして位置づけを行い、1940年の日本戦士土器図譜の中で最古層の土器とカソリカイズカイイ地点及び下唄へ、本郷カイズカイ地点の土器、D 地点に代表される新層の土器の三菊分を提唱した。 1956年の吉田閣による国分寺市多岐久簿遺跡の発掘調査報告書で3内の変年に対応させて、あ、あ、愛部式の変年が提示された。1965年に岡本勇と戸沢光則によって表された日本の考古学で、足式愛部式の変年が提唱された。岡本の愛部式は東京都の中新井弁天遺跡及び、 大木山遺跡などの資料からカソリー式に特徴的な公園部の文様体が消失した時期として吉井城山海塚、大倉遺跡の資料から愛部式を設定するものであった。現在吉井城山海塚の資料をめぐって時期差があるのか同時期とみなすのかで論争があり、研究者個人でも考え方が変わっている場合もある。また、神奈川県と埼玉県で 変年間にズレがあり、愛部式を否定する考え方を持つ研究者もいる。前期と異なるのは、縄文をセブンする原体が、前期の関山式が複説以上の複雑な原体が、ほとんどなのに対し、短説の原体がほとんどであることである。また、勝坂式と比べて、公園部門用体と、同部門用体が形成され、高師体や人仙で縄文の充填される部分と、 無門の部分が区分されるなど、単純かないし全く異質な土器となっている。東北地方の大木 8R 式の影響を色濃く受けている。公園部門用体に横 S 字状や渦巻き状、逆ジェイの高子体を貼り付けて、高子体に囲まれた部分に縄文を施し、公園部門用体と同部の文様体の間に、無門体が設ける例が多く見られる。同部の文様体は、 高体で区分され、上門がぎっしり充填される。公園部門用体は、渦巻き状の高体と楕円形内し横倒しの涙粒子状の図形に上門を充填するようになり、公園部門用体のもと、道部の上半部に見られた無門体はなくなり、公園部門用体の直下に、道部門用体がつながる形となる。同部門用体は、縦にすり消しないし、 無門の部分と縄文が施された部分とが交互になり、縦に破線状の高下絵もしくは区分する沈線が見られる。また木面に蓮古紋を施す瓦礫が出現するのもこの時期である。公園部門用体が楕円形の中に縄文を充填するタイプのみに簡略化され、同部門用体に吸収されていたかのように、公園部門用体が存在しないものの方が量的に多くなる。 またこの時期には文様を区分する高下体がなくなり、沈線が多用されるようになる。大木8ビット式や大木9式の影響を受けて、底部付近を除き渦巻き状の高下体を、木面全体に施し、高下体で区分された部分に縄文を充填する、タイプが出現する。木面全体に、M 字ない子 U 字あるいは V 字の無問体の間に、縄文が充填される形式である。 縄文のセブンされた区画は、公園部から、胴部中央のくびれ部分、底部付近から胴部中央くびれ部分で終わる形を取り、小段階のものは、縄文が充填された、有事ないし逆有事長とも言うべき丸みを帯びた区画が、繰り返される。新段階のものは、V 字状ないしラムダ字状の鋭角的な区画になるか、無問体が増える形を取る。大木旧式に見られる。 公園部の家建部領脇に取っ手のついた麻鉢が出現する。無紋体と縄文を施す文様体や機系、そしてこの時期に出現する絵鏡形住居は、後続する商明自主機器の特徴となる。ありがとうございます。